第一巡選択希望選手、中日、松田博隆。来ました、名古屋大学の松田投手、中日です。ちょっと言いかけたんですけどね、はい、あの高校時代バレーボール部なんですよね。日本ハム。そうなんですよ。で、国立名古屋大学ですよね。まあ、中学までは野球やってたそうなんですけど、にしても、はい、で僕、秋のリーグ戦見に行ったんですけど、はい、投げてくれなくてですね、ちょっと残念ながらピッチングが見えなかったんですけど。メガネかけてるんですか。皆さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回は富士ステークスの予想したいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は3歳馬が3勝して2着1回、4歳馬が4勝して2着3回、5歳馬が3勝して2着も3回と若い馬の成績が断然良いです。特に4歳馬の副賞率は高めで、4割に迫る副賞率を残しています。4歳馬でありますジャンナルム、ノームコア、リコワルサーにレイエンダにとっては追い風となるデータです。一方で7歳以上の馬はたったの1頭しか馬券に絡んでおらず、10年前に3着に入った8歳馬のマイケル・バローズ、たったの1頭だけしか馬券に絡んでいません。かつてはキネティクスやウィンダリウスといった高レバの勝ち馬も出てはいましたが、最近では若い馬の活躍が目立っており、イレーションやキャンベルジュニア、ダッシングブレイズなどの7歳以上の馬にとっては厳しいデータとなりました。また、出走頭数が少ないですけれども、牝馬が頑張っておりまして、昨年は2着にワントゥーワン、レッドアバンセが入るなど、ここでも活躍できると踏んで出走させてくる陣営も多いようです。また、枠順別の成績では1枠が全滅。ただ、これが上位3番人気までの馬は1枠にわずかに1頭だけしかいませんでしたので、馬場状態によってはそこまで気にしなくてもいいのかもしれません。その点、馬番の3番が3勝もしていますので、枠に関してはフラットと思ってもいいのかもしれません。そして出走間隔についてですが、ここ3年続けて間隔10周以上の馬が馬券に絡んでいるように、休養明けでも関係なくここでは馬券に絡んできます。去年もマイラーズカップ以来のクルーガーですとか、3年前も皐月賞以来のダノンプラチナが勝利したりと、休み明けで充実した馬もここでは抑えておきたいところです。今回はレイエンダ以外の上位人気馬は休養明けの初戦です。過去10年においては休養明けの馬で1着から3着を独占したことはありませんから、そのあたりはちょっと気にしておくデータとして押さえておきたいところです。最後に客室別の成績ですが、逃げ馬は全滅。 G1 馬のカレンブラックヒルですらここでは不発でした。その代わりに4コーナー10番手以降の馬が10年間でなんと11頭も馬券に絡んできており、差し馬の大活躍が非常に目立ちます。上がり32秒台の派手な時計はないものの、昨年のワントゥーワンや一昨年のクルーガーのように後方で溜めて直線を一気に突き抜ける、月曜日の府中牝馬ステークスであったスカーレットカラーのような戦法でも十分に通用する点は馬券作戦においては気をつけておきたいところです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は3勝して2着1回。2番人気も3勝と、1番人気から5番人気まで、そこまで変わらず、副賞率という観点では横一線の成績です。そして大活躍しているのが2桁人気。なんと、8度も馬券圏内にやってきていて、大穴を提供し続けてくれています。特徴的なのは、2年連続で2桁人気が2頭やってきて、2年続けて3連単が100万円オーバーを記録したこともありました。一方の上位人気馬についてですが、5番人気以上の馬で3着以内を独占したことが3回ほどありましたが、1番人気が勝ちませんでしたので配当は安くなってはいません。馬連の10倍割れはなんとかなし。3連複はなんと6回の万馬券オーバーを記録していて、最低配当は去年の 26.2 倍、3連単の10万馬券オーバーは5回記録しているものの、最近5年での10万馬券オーバーは1回だけしかなく、昨年久々に万馬券を割ってしまう結果となってしまいましたが、
結構な確率で倍率がつく年もありますので、高配当の年も多く、なかなか馬券を絞りにくいという傾向が出ています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はアドマイヤマーズです。実際 NHK マイルカップの勝ち馬って小馬との戦いに通用するのか怪しいという思いがあります。過去の勝ち馬で調べてみますと、アヤロリットやミッキーアイルはその後も G1 戦線で大活躍していましたけれども、昨年の敬愛のオーテックやクラリティスカイ、マイネル鳳凰など NHK マイルカップを勝って以降そこから一切勝てなくなる馬もいますので、結構疑いの目で見ていたんですが、かなり強力な気になるデータを見つけてしまいました。それがこちら、トーン地球車が重傷で休み明けの場合に起きる成績です。アドマイヤマーズとアドマイヤミヤビしか勝っていませんけれども、副勝率がとてつもない記録をしています。最近なんて馬券に絡まなかったのはシュバルグラのたったの1頭だけ。このデータにはドリームを抜かされました。肝心のトモニチ調教師も日本を代表できるような馬となれるようにここから出発したいですと、もう心は香港マイルですでに向かっていますが、それだけこの馬に自信があるようにも見えますし、こんなところで負けてられるかいという気概も感じられました。鞍上のデムーロ騎士もラブズオンリーユーとルヴァンスレーブは長期のお休み中、サートルナーリアは騎乗依頼が他に行ってしまったということで、 G1 上位級なのは2歳を除いてはこの馬だけになってしまい、まず恥ずかしい競馬はできないところです。気持ちの入った騎乗に期待したいところです。そして対抗はレッドオルガ。この馬は東京コースが大好きで、4着以下に敗れたのは前走のビクトリアマイルのたった1回だけ。相性の良さは目立つものがあります。ただこの枠自体がデータ的にかなり悪いですし、いかにも詰まりそうな枠ですので、きちんと足を貯めて抜け出すスペースもできてと、あらゆる条件を要求してしまいたいところですが、 G1 馬のタワーオブロンドンやロジクライですとかレイエンダを置いてきぼりにしてインディチャンプに0秒1差まで迫るあの東京新聞杯のパフォーマンスを見てしまうと、なかなか切るにも切れない一頭です。3番手にはノームコアです。前走は1分30秒5というインディチャンプを上回るスーパーレコードを出しましたけれども、その反動でしょうか、骨折でお休みを余儀なくされました。その後は仕切り直してじっくりと調整していましたけれども、幸い骨折の程度が軽くてすぐに動かすことができるようになりました。筋量が56キロということで、その点だけが心配かと思いきや、アイロリットやミッキークイーンなどボバとの対戦でも56キロを背負って十分に馬券に絡む牝馬もいますので、そこは問題ないかと思われます。さすがに怪我を再発はさせたくないでしょうから、ここは無理はさせてこないでしょうけれども、逆転候補の一角として抑えたいところです。以下安田記念はスタートでふらついて有力馬を妨害してしまいましたが、 G3 スクラスならまだまだ先行力で押し切れるロジくらい、気象次第でいい方向に転ぶか悪い方向に転ぶか走ってみたいとわからないレインエンダやクリノガウディは抑えまでとしたいと思います。その他は3歳馬を中心に抑えたいところですけれども、3歳馬で2頭以上馬券に絡んできたのは2012年のファイナルホームとクラレントぐらいの時しかありませんから、こういう観点でもアドマイヤマーズ以外の3歳馬はそこそこまでの評価に留めておきました。それでは簡易名です。アドマイヤマーズからの3連複です。2列目に印上位の馬で3列目をふんだんに並べて取りこぼしを防ぎたいと思います。鳥紙が3組ほど存在しますけれども、反対に万馬券も3通りほど存在しています。あれだけ去年までルメール騎手デムーロ騎手でワンツーフィニッシュが重賞で見られたのに、今年はなんとまだゼロです。そろそろかなという感じですけれども、もしそうなっても的中の組み合わせは十分ありますので、もう一頭内枠あたりの穴馬たちが来ないかなと期待したいところです。以上富士ステークスの予想でした。今週はこの後菊花賞の予想動画もアップする予定です。菊花賞では未だかつてない
ある大物予想家さんの一押しの馬にイチャモンをつけるべく、神戸新聞杯以来の極秘情報を用意しています。あの人気の一角をスパッと切りますので、動画が完成するまでもうしばらくお待ちいただければと思います。またブログでは土曜午後のコーフィールドカップの予想をアップする予定ですので、そちらは土曜日のお昼前後になるかと思いますけれども、お待ちください。それではまた菊花賞の予想動画でお会いしましょう。